こんにちは、杉豊さん、はい、結構コーチ陣の移動が今年は多いな、多いですね。しかもこう新たに疲れるというよりかは、今年はここでやってて来年から今度こっちとか、まあ、そうだな、ね、だから1年空けるとか、はい、そういうんじゃないんだな。ないですね。今はもうすぐオファー来たら多分もう分かりましたっていう感じになってるんですかね。例えば、まあ、まずはなんですけれども、はい、あの阪神は今シーズンオリックスでコーチを務めていた小矢野さん、はい、それからそよぎさんが新コーチで加入ということで、はい、共に2人とも阪神でプレーしたことはもちろんないんですが、はい、藤川監督と同年代ということで、まあ、そのつながりで、まあ、人脈だろうな。そうですよね、はい、さらに中日なんですけれども、今シーズンまで楽天のコーチをされていた小山さん、はい、それから DeNA のコーチだった小池さん、はいはい、が中日で井上和樹監督と共にということになりました、うん、だからなんていうのかな、まあ、他にもあるんだよな。はい、もちろんあります、もちろん楽天、もちろん、ね、楽天の三木監督、まあね、三木監督は新監督になるわけですけれども、うん、今シーズンまでヤクルトのコーチをされていた森岡さん、それから、DeNA のコーチだった下園さんが新コーチに就任される、はい、さらにオリックス、まあ、岸田あの新監督ですけれども、そこには今シーズンまで楽天でコーチされてた川島さん、鹿島圭三さん、はいはい、それから DeNA の島村さん、はい、ヤクルトの福川さんがそれぞれ、オリックスのコーチになる。で、西武です。西武はもうあの、ね、鳥越さんというのはもう当初言われてました通り、さらに西さん、はい、から大引さんを一軍コーチで外部から招聘すると、はい、さらにオリックスのコーチを今シーズンしていた辻さんも加わったということで。え、辻さんって誰？辻龍太郎さんですね。あ、はいはい、も西武に加わると、はい、いうことなんですけれども、これあとはそうです、あ、立山さん、日本ハムの立山さんがロッテのコーチ だ。これあのすごく日本ハムのファンが、わあ日本ハムのデータ全部ロッテに行かないかなって。いや行くよ、行きますよね。これは行くよ、間違いない。そうですよね、うん、これはっていうのを心配していました。いや、この前立山に電話したら出ずに、いやなんかちょっと状況が変わりそうなんでいろいろ後でまた連絡します言って、そしたらその発表になる前に、はい、いやロッテに来年から行くようになりましたって連絡が来たけどさ、はい、ドイツリーグですよね。さらにです、今キンキンではロッテの村田さん、村田修一さんがロッテから、はいはいはい、DeNA に戻ってくるということで、はい、でさらにヤクルトから川田さん、中日から上田さんも DeNA に加わると、うん、おいった、結構中で動いてますね。そうだな、はい、まあ、我々の頃はよ、うん、やっぱこうセリーグからパリーグ、パリーグからセリーグって行く時っていうのは、うん、そんなにあんま感情っていうのは動かないけども、はい、やっぱり今までやってきた同一リーグで、うん、まあ仮に中日から、DeNA、 DeNA から中日とかさ、はい、同一リーグで動く時っていうのは、うん、なんかちょっと1年空けた方がいいんじゃないかとかいろいろ考えたけどね、はい、これもうデータ筒抜けだもんなそうですよね、うん、これはまあまあでもそれも承知の上、もちろんコーチの皆さんも仕事が、ね、いやそれもちろんそうないと生きていくっていうことも、うん、いやそれはね、うん、それだけ優秀だから、うんうん、そのなんていうのコーチという職をね、はい、与えるとか、うん、なんで1年空けずに呼んでくる、まあそういうことなんだろうけども、うん、どうなんだろうねと俺は思うけどね暗黙の了解で例えば1年空けるとか昔気を使ってとかあったのかもしれないですけど、今はもうないみたいですね。ちょっとそれやっぱもう人脈だな、人なんです、ね、それとやり手がこう減ってきてるというか、はい、コーチ職を嫌がるとかさ、うん、まあ、そういう人も増え徐々に増えつつあるね。昔だとやっぱりその引退された方っていうとコーチ監督もしくは解説もしくは全く違う仕事を始められるかしかなかったのが、例えば今、ね、例えば YouTube をされる方もいらっしゃったりとか。いやもう現役の時に、うん、もうそのスターと言われる人間たちは、はい、やっぱお金を持って辞めるから、うん、からそんなに職というか、うん、がっついてないか、うんうんうん、まあ、そういうことにもなってるし、だからこうぐるぐる中で回ってると、一回外に出るともうなんか席が埋まっちゃうみたいなとか、それと逆に言えば外で働いてる人間、まあ、中に入って1年経つとなんか様相がガラッと変わると、だからそういうことが起きるんで、なんかみんな慎重だよね。だから中で動くんだったら中で
動いておく方がまだいいよね、はい、うん、まあそうですね。それとね、昔はね、あの契約金制度みたいなのがあって、はい、これなんであったか分かんないんだけど、うん、そのなんていうの、年俸が、まあ、仮によ、うん、2000万だとしたら同じような2000万を契約金としてつけるあったんだよ、だからみんなそれをおいしくてコーチになるとか、まあ、いろいろあったんだけども、はい、今もう契約金制度っていうのはほとんど消滅してるでしょ。そうですよね、きっとだから動かしやすいんだと思うよ、球団も。だって抜けるっていうものを補充しなきゃいけないし、はい、そうしたらやっぱり経験者の方がいい。そうなってくるとこうぐるぐる回るような、うん、そういうもうシステム化になってるな。あと、昔だとやっぱり必ずそこの OB 使うことが多かった、はい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 、けど今違いますよね、もう、うん、まあその監督のなんていうの、人脈で、うん、まあ、取ってきたりだとか、うん、まあいろいろするし、うん、まあその OB だからいい、うん、外部だからダメっていうことじゃなくてね、うん、やっぱりより優秀な人間、うん、まあ、そういった人間をこう漁ってるという。ただ球団グラウンドに降りると教えちゃいけないんですよって言うんだけど、ね、いやだから黙ってる人の方がいいのかなっていう。ああ、あんまりじゃね、言わない、こう我が強くない方がいいのかなっていう、ね、はいはいはい、教えちゃいけないっていうからね、うん、何のためにじゃあいるんだろうってなっちゃいますよね。いや、そうそうそう、そうですね。いやだから、まあ、性格もあるよね、コーチをする性格っていうのもね、うん、ありますよね。あとは昔よりそのコーチの種類って増えました。内野守備走塁コーチ、外野守備走塁コーチ、まあ、いろいろこう、うん、名称があってね、うん、まあ、その増えてるっちゃ増えてるかもわからないけど、なのでより分野分野に分けてるという、うん、細分化して外野守備走塁コーチ、はい、ね、そうですね。なんで外野守備走塁コーチなんだろうって、うん、ずっと疑問だったんだ、内野守備走塁いや守備の人が決して走塁がうまいなんて思ったことがないから、うん、そうかそうか、いや、そう思うよ、確かに。いやだって石井拓郎バッティングコーチ、はい、まあ、鈴木貴則か、うん、貴則さん、貴則バッティング、あの守備走塁コーチみたいな、うん、いや守備できないし走塁できなかったし、うん、いやそれはねバッティングは天才的だったから、はい、ね、うん、それは石井拓郎の方が走塁なんか抜群にうまかったから、うん、じゃあバッティング走塁コーチと一緒に、うん、やればいいのになと思うけどね。なんか昔から疑問があった。だからなんで守備走塁コーチ、守備と走塁がつくのワンセットなんだろうっていうのはあったよ。だからよりなんていうの、専門的なことをやらすというかね、うんうんうん、まあそういうことなんだろうなと。ですよね、うん、あとはこれだけ本当にこの、まあ、セリーグパリーグの中だけでも行き来があったり、はい、セリーグパリーグリーグをこう超えてもあったりするとどうなんですか。他球団のいいところを例えばうちも取り入れたいとか、どういうことをやってるのかなとか、もちろん情報収集もあるかもしれないんですけど、ただねコーチもね、球団によって働き、あ、ここは働きやすいと、ここはなんかちょっと息苦しい、働きにくいとか、うん、やっぱ選択肢が増えてきたよね。だから各球団でやり方が全然違うから、はい、まあ、例えば DeNA と、まあ、阪神だとしたら、はい、全然やり方って違うと思う。やっぱこっちはさ、もう AI でデータでこう野球をやる、はい、オートしてる、まあ、これから、まあ、データもあるんだろうけども、なんかそうじゃなくて選手の能力を引き出すためになんかこうやってるという、うん、まあ、こっちはデータでその選手を引き出そうとしてる、うん、やり方はね、本当巨人もどの球団も多分違うと思う、うんうん、いやだからそのシステム化してる、そのシステムに自分が合うか合わないかっていうのは、うん、より決めて入った方が、うん、まあ、やりやすいだろうなと思うけどね。そうですね、うん、だからこれ間違えるとストレスになるよ。ああ、あの新天地で合わないからってことですよね。そう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 、まあ、一方で例えばソフトバンクはこれまで例えば2人体制だったコーチ、それを1人減らして1軍も2軍もそこに、AI っていう形の、そのシステム動作解析からぐらいの、はいはい、にするという、まあ、簡素化とか、簡素化っていうんですかね、もうね、グリップにね、機械つけて一球振れば、うん、そのスイングの軌道だとか、うん、ヘッドスピードだとか、はい、そのインパクトゾーンだとか、うん、どのぐらい保ってるかっていうのが、うん、もう数値化されるんだよ。うん、もうちょっとこういうふうに振った方がいいんじゃないかというね、うん、そういうことが弾き出されていくんだよ。で、打球速度とかさ、なんで打球速度って出るか知ってる？どうやって出るんですか？いやいや、なぜ必要か知ってる？打球速度がなぜ必要か、いや、そう、なんか
何ですか、飛んでいく方向だったり距離飛距離とかってことですか。ミート率なんだよ結局。うん、やっぱ打球速度が速い方がミート率が高いっていうことだ。より芯に当たってっていうことだから。だからまあそういうのでそのデータを解析しながら、それと動作をどうやって動いてるか、うん、そういうのを解析する。やっぱだからバッティングをやったことじゃない人でもできるという、うん、ああだそういう専門家がいれば、まあ、そうだねですよね、うん、だからといって、うん、じゃあこのカーブをどうやって打ちなさいとかは言えないわけよ。だからそこはやっぱコーチで人の目っていうのが入ってこないとっていうことなんですか。まあそうだろうな。まあそういうこともある。だからよりそのデータ化されることによって例えば修正だったりが早く効くとか、まあそうだね、攻略をどうすればいいっていうのが的確に分かる。だからまあ調子のいい時は、まあ、100を値として100だったのが、うん、95に落ちて、これを100にするためにはどうしたらいいかって、どこを振ったらどういうふうになるのかって、うんうんうん、そういうこと、あ100になった、だから今の体で覚えておく、まあ、そういう感覚だよね、まあ、より選手は分かりやすいというか、まあ、分かりやすいけども、なんていうの、まあそうなんだろうな、分かりやすいんだろうなっていうふうになるのかなとか、それによって、もちろん人件費の削減。もちろんっていうことも、もちろんなりますよ、ね、いやただ機械は、うん、そういう機械っていうのは安くはないと思う、うん、まあ高いでしょうね、まあ、それとはやっぱマシンだよね、うんうんうん、だから今のもマシンってパソコンでパンパンと打ってカーブ、ね、誰のカーブ、ねまあ、例えば宮城のスライダ ー宮城のチェンジアップ、うん、投げれるマシン、データインプットしたら、はい、全部もうあとパソコンでパンとやったらそれが投げれるっていうんだ。すごい時代だ。いやだからそれもやっぱソフトバンクは導入するって言ってるでしょ。うんうん、うんうん、そうです、ね、いやだからそのお金はかけるけども、うん、ね使いこなせないとな、まあ、と思うけど。そうですよね。そこにはね使いこなすのは人で。だからいいよな。まあ例えば宮城のまっすぐとかスライダーは、うん、なんとか対処できてるんだけど、うん、チェンジアップだけがダメなんですよって言ったら、うん、もうそのチェンジアップを見に行くとか、そうそう試合の時にそうですよね、裏に回って、そうそう、それを打ちに行くと、うん、裏に入れるスペースは多分まあ入れるスペースはできるだろうけどもな、うん、まあ、そういうので見とくっていうのも大切なことだよね。そうですよね。だからもうどん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 こう数値化され機械化されるというか、でその先端を行って例えばソフトバンクであったり DeNA だったりとなると、やっぱりこうどん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  AI とか機械が入っていくとなると、その現場の人数っていうのはどんどんこれから減っていくことになっていくんですかね、コーチ陣とかそういうのっていうのは。まあそうだな、まあ単純に言えば減っていくよね、うんうん、ただ人がいらないかって言ったら絶対いると思う、うんうん、それはどういうことかというと、やっぱその数値化を、うん、言語化しなきゃいけないから、うん、はい、だからそういうことができる、分析できる人、うん、こういうのがやっぱ何人かいるよね、はい、1人だとやっぱ危険だよ、うん、やっぱ2人の意見3人の意見を統合して、うん、じゃあこういうふうな伝え方をしようってした方がいいと思うよ、うん、これ1人が間違えると全部間違った情報になっちゃうから、うん、そうですね、うん、だからやっぱ1人は危険だな。だから減らすっていうのは、うん、どうなんだろうとは思うけどね。確かにそうですね、うん、チェックという意味でもね、そうです。いやだからまあコーチの話からね、ああそうですね、ちょっとまあコーチが AI になるんじゃないかってもうなりつつあるけどね、うん、そうですよね、うん、プラス、まあ、どこもなんか機械を置いてバッティングしてるしな、うん、もうそういう時代になってますね。機械を置きながらそのピッチングもしてるし、だからもうそういうもうメジャーのキャンプ行ったら、うん、もうあれだ、 AI の、 その測定器ばっかりだったの。本当じゃなくて囲まれてる中で投げるという、でその数値を見てみんなが共有して、だから共有できないとダメだからね。あ、もちろんね、理解できないともダメでしょうし、ね、いや本当じゃないとコーチはもうこれから成立しないから、うん、でこうやって見て、うん、じゃあどうやったら一番いいのかっていう、うん、だからまあ例えばトレーニングコーチがいて、うん、バッティングコーチがいて、うん、じゃあどうするどこが体のどこが体力的に筋力的に衰えてるんだって、うん、だからここを強化しろ、じゃあ実施してくれとっていうようなことだ。もうだから伝達係ですよね、そのそう AI を読み取ってそれを選手に伝えるっていうのがコーチ
になっていくだろう。だからプロ野球のコーチになりたい人もさ、うん、そういう本当にそういうのを専門的に勉強して、うん、そうですよ、うん、プレゼンしに行ったら引っ張りだこですよ、ね、いやコーチとして成立するかもわからない。そうですよね。だからもうそういう時代になってくるかも。いやでももう今実際にそのプロ野球、その野球の経験がなくても、まあ、各大学、国立大学だったり次第でそういう分析を専門に取ってるその学科だったりとかそういうところ学部に行けばもうすでにそこで学んだことを実際プロ野球に分からない人がいるよ球場に誰だみたいな、まあ、昔はいなかったじゃん、はい、ああこうしたらお前お元気かみたいな声簡単にかけられるけど、うん、なんかやさ男のさもやしっこみたいな人がこうやってバッティングゲージの後ろに立ってるから君は何みたいなもしかしたらまあバッティングしたことないかもしれないですね。いやでもさ、こういろいろ話をしたことあるけども、はい、なんかすごく面白いよね、数値化、うん、説明されると。そうですよね、うん、またその実際にやってたプロ野球、その野球とは違うその数字から読み解く力を持ってるその専門の人たちがやっぱりもう現場に来て、でもより良いのはさ、うん、やっぱり野球は専門的にやってきて、うん、その数値がその人と同じぐらい入ってたら、うんうん、選手の気持ちが分かるから寄り添うことができる、うん、それも面倒くさいかったら、うん、全くど素人の方がいいよね。あ、もうこうね、そうかそうか、極端だからどっちがいいのかなっていうのがね、うん、思うけどもね。例えばその現役、例えば辞められてもう一回大学院行き直してそういうアナリストじゃないですけどデータ分析とかする専門の学部入って卒業してコーチってなるとさらになんか重宝されるというか。吉井さんだわ、うん、今ロッテの監督の吉井監督もそうですし、やっぱ強みですよね。そうなるとまあ強みになればいいけどな、うん、広がりはあるよな、すごくな、うん、そうですね、うん、だからそれが全てだと思うと、うん、なんかつまらないなって思う、味気ないなっては思うけどもね、人間がやることなのでね、まあ、そこになんかいろんなスパイスをかけたりだとか経験とか、うん、いろんなものをトッピングしたらもっと美味しくなるんじゃないかとか、うん、もっと成長するんじゃないかとか、まあ、そういう発想があるとねよりいいけどもね。そうですね、うん、まあね、ちょっと今シーズンは行き来が多いということで、まあ、これは5球団が新監督になるということもあるので、はい、やっぱりこのちょっと行き来が今シーズンは多くなったのかなっていうふうに今年は思うんですけれども、まあまあでもこれはねもうしょうがないわな、はい、もう何言ったってしょうがないし、なんかこう変わってきてるな。昔は、うん、なんていうの、一つのコーチがステータスであったり、うんうん、コーチから監督になるっていうのがステータスだったけど、うん、今監督やいや別に全く魅力感じないっていう人も選手も出て、あ、選手上がりで出てきてるし、はい、コーチなんか全くやりたくないっていう人もたくさんいるしね、うんうん、中には、はい、いやだからあ、まあ、時代とともに変わってきてるから、うん、やっぱそういう球団間で回るっていうのも、うん、まあ、仕方ないことなのかなっていうねことは思うね。コーチも今すぐに SNS で炎上したり批判されちゃう時代なので、うん、だったらやらないよっていう人もいる分、やっぱ中でぐるぐると回るのかなっていうふうに思いますね。何やってたってね、批判は浴びるけどどこにいてもね、そこにいても、そうですよね、うん、まあ、目立つやつはダメなんですいません